お疲れ様です。今日の、ぶら下がりそろそろ始まりそうですので収録お願いします。お願いします。プロセスを踏んでいこうということですからね。まだいろいろ確認しなきゃいけないところはあると思いますよ。安全保障のところとかね、集団的自衛権の行使についてとか、エネルギー政策のところでもここはやっぱり確認しなければいけませんね。あとは自主憲法制定というその言葉についてもね、ここも確認していかなければいけないし、まあ、ただ維新の会の党の方針としては、まあ、野党再編ということを、まあ、一つ大きな党の方針としてるわけですから、どこまで維新の会の主張を、ね貫いて、ただこれは他のグループあっての話ですから、どこまで間口を広げていくのか、でそれが、まあ、政党として手をなさない状況だったらダメですよ。前の、まあ、前のというか今の民主党のようにね、もう極端に価値観の違う人たちが集まるグループだったら、これは政党の手をなさなくなりますけども、まあでも何から何まで完全一致なんてことはありえない中で、自民党だってものすごい幅のあるその政党なわけですから、まあ、どこまでその間口を広げることができるのかっていう、もう本当にまさに政治セッションになると思うんですけどね。やっぱりこれ対立軸、今の与党との対立軸はイデオロギーとか、まあ、その考え方とかそういうことではなくて、まあ、いわゆる既得権と言われているような人たちに、票をもらう、要はそこを選挙の頼りにするのかね、既得権と呼ばれるような人たちにはそういう人たちを頼りにせずに、まあ、選挙をやっていくのか、まあ、その違いぐらいしか、日本の社会で政党を2つに分けるときはその違いぐらいしかないんじゃないでしょうかね。まあ、ただやっぱり民主党の、ね、公務員の労働組合とか教員組合とか、そういうところとやっぱり僕らは一緒に手を組んでやるってわけにはいかないでしょうかね。まあ、集団的自衛権については、代表はその概念論争に陥らない方がいいとおっしゃられたと思うんですが、その辺では党内で、まあ、特に石原代表との間ですが、コンセンサスを取れるっていう。いや、ですからこれから党内手続きに入って、要は、唯一の党との政策合意案という、政策協議案ではなくて、唯一の党、みんなの党、民主党含めて、野党再編をする場合のその政策協議案として、今から、
ペーパーをまとめにかかります。ただその中ではこの安全保障の分野については自衛権の再定義という言葉を入れていますから、これで党内、調整できるかどうかですね。僕は集団的自衛権の行使は当然これはやっていかなきゃいけないという立場ですけれども、その表現方法としてその言葉にこだわるのかどうかね、実を取っていけば、これは法律家であればね、分かるんですけれども、もう今、与党がやろうとしている関係合法ですよね、具体的な法律の要件をどう書くかっていう議論に移っていけばね、集団的自衛権なのか、個別的自衛権なのか、もうその概念論争よりもね、具体のその要件を定める議論になってきますのでね、とにかく、今の自衛権を、不十分だと感じているかどうか、ここが分かれるんだと思いますよ。今の自衛権で十分だという人たちとはこれは手を組めません。でも今の自衛権でやっぱり不十分だと、不備があるんだという認識があればね、じゃあどうやってその自衛権を整備していくのかっていう、まさにそこで政治の議論になってくると思うんですよね。集団的自衛権という言葉だけでね、その自衛隊法から何ですか、有事法制から武力攻撃の事態法から事態対処法からね、臨検をやる法律、臨検は法律じゃなかったのかな、その関係の法律ですか、その集団的自衛権という言葉だけでは要件は設定できません。だから維新の会の安全保障調査会がまとめてくれたね、実態要件ですね、6項目かな、9項目か6項目かな、それに照らし合わせて、部隊の法律をどう書き換えるのかという議論にもう移っていった方がいいと思うんですよね。今の自衛権では不備だ、今の自衛権では不十分だということはね、とも明らかなんですから、そうであればきちっと自衛権を整備していくということでいいんじゃないでしょうかね。代表は有利の人だけではなくて、民主党も含めたということをおっしゃられましたが、ええ、それは民主党の方と、今、有利とは公式の場で政策協議をされてますが、民主党と その公式な場での協議をしていこうと考えますか。いや、もうやってます。それは水面下からどこかで出してくるか、いやいや、まだ水面下の状況でね、その表に出せるような、まだそこまでの状況になってませんので、ずっとそれやってますので、ある程度のところに来たら、それは表に出せるような状況になれば表に出しますし。それも統一戦前にということを念頭に、こう夏ぐらいを今、表に出しているので、維新の会の執行役員会では、8月中、それは、その時に全部合流になってるとかそうではなくて、一定の方針は8月中に出さないと、統一地方選挙に突入していく時にね、地方の現場は戸惑います、混乱しますよということを執行役員会で言ってですね、そこは確認取れてます。合流するかどうかという具体の合流の時期がね、いつになるかというのはちょっとそこはもう国会議員団の判断に任せますけれども、大きな方針、ある程度その舞台の姿が見えてくるというか、舞台の姿を表に出すのも8月中、ただ僕はそれ8月中は国政政党としては8月中かもわからないけれども、大阪の現場としてはやっぱり7月末までには一定の結論出ないと困りますよということは伝えてます。やっぱり今まで維新の会も執行役員会もね、みんなの党との連携が先だとか、民主党の一部の人たちと言うのと協議すべたら民主党の一部の人たちが逃げていくとか、みんな口ではいろんなこと言うんですけど、じゃあ具体の協議とか折衝を誰がやってるんですかって言ったら、みんなバラバラでやってるだけでね、具体のその協議っていうものに結局真剣に乗り出してなかったので、みんなの党については石原代表が責任を持ってやるという執行役員会で言ってもらいましたのでね、そこは石原代表にみんなの党の連携しっかり進めてもらいたいと思います。ちょっと関連になりますが、その大阪維新の会のメンバーとその、大阪選出の国会議員でその安全保障とかエネルギー問題についての勉強会を、立ち上げる動きがありまして、これ橋本代表の方から指示されたという、聞いているんですが、大阪維新の会じゃなくて日本維新の会の大阪総支部でしょ。だから日本維新の会の支部としてやるということです。これは支部としてそういった勉強会を立ち上げる狙いというのは、
まあ、特に地方議員にもその安全保障をというところは無理でないな。いや、だって地方支部で勉強会やったらダメなんですけど。まあ、そこは別に、うん、まあ、あえてそんなしょうもない質問しなくても別に政治の勉強なんかがいいんじゃないですか。特にその、まあ、日本維新と、まあ、大阪維新との分離みたいなことですね。だから日本維新の会の支部として勉強会やるんですよ。うん、ああ、ええ、野党再編の、うん、市長の中の考えられてますけど、例えば今民主党とかみんなの党とか優位の党と考えられてますけど、例えば生活の党とか、ここら辺までの勉強にはある。だから協議で同じように政策で一致すればいいんじゃないですかね。もうそれはもう国会議員団の皆さん のまさに政治でやってもらわない。だから僕の役割としては各党と協議をしてまとまっていくその軸を作るところが僕の役割ですから。大体前回の執行役員会議でかなり激しい議論になりましたけども、7項目で大体まとまったのでね、今度は党内でそれをしっかりまとめてもらって、それを軸に後の協議が始まりますから、それで一致すればいいんじゃないですか。市長は2年前にちょっと議論になりました子どもの家事業の、はい、この4月に廃止になって、まあ、学童の方に登録されたということで、うん、事業者もだいぶ減りまして、受け入れ人数も半分ぐらいになっているようなんですよ。この結果は良かったんじゃないですか。それは学童の方に移ったりとかね、今まで子どもの家事業というのがちょっと中途半端なその制度でずっと残っていたのでね、結局学童事業で受け入れられる子どもたちが子どもの家事業で受け入れていたりとか、いろんなその税の投入の仕方について不公平さがあったので、ね、生き生き事業か学童事業と学童保育事業とどちらかに子どもたち受け入れられればそれで十分だと思いますね。今大阪市内全体では学童保育事業と生き生き事業、この2つで子どもたちの受け入れをやってるわけですから、特定のね今までのその流れとかそういう経緯をもとにね、子どもの家事業というものを認めていたというのは不公平だと思いますね。ただその時に、まあ、利用料が高くなるということで、負担が難しい人には、対応を考えるということでしたけど、結局その対応は作られなかったようなんですけど、それはなくてももう大丈夫だっていうような局の判断になったと思います。これは局としては作るのは難しかったという言い方だったと、まあ、私は思っています。それは特別なその特定の人だけに税を投入するというのは難しいんじゃないですか。だから一般の制度として作れるかどうかです。それは当たり前じゃないですか。特別なこの人が困ってるからといってこの人だけのために税金を投入するわけにはいきませんから、だから一般の制度としてきちっと作れるかどうかです。これは同対策事業と同じ考え方だね。ドア対策事業ってものはダメだということで一般施策に切り替えたわけですよ。全くそれと同じです。だから一般施策でできないって言うんだったらできない理由があったんでしょうね。原則行政としてやる議論については分かるんですけれども、ね、実態としては結局払えない人には無料で補助を受けられなくても受け入れているという現実はあるようなんですけれども、それはじゃあもうボランティアで業者のそういうところで任せればいいというか、生き生き事業ですよね。生き生き事業は無料ですから。ただ時間が限られてますし、例えば学校に不登校の子どもをこれまで作っていた子どもの家という、いやだからその子どもの家事業じゃなくて大阪市全体の事業でできるかどうかですよ問題は。それができないという判断だったんでしょうね。そしたらそこの特定の場所だけに特別な施策を当てるっていうのはこれはできないですね。だから一般の制度としてそういう困った人といっても所得要件なのか何かをしっかりと制度設計をやってね、その人たちを無料で受け入れられる制度ってことを全市的にできるかどうかですよね。で、まあ、それが、まあ、行政として難しかったということで、まあ、それであれば自治体無料でボランティアでやってるところがあってもそれはもうそういうところでの扱いになって、行政としてそこまではちょっと面倒見きれないという。行政で何から何までは全部できませんからね。やっぱりその子どもたち、その小学校の子どもたちを預かるという制度はしっかりと生き生き事業でありますから、まずはそこでやってもらう。でそれ以上のサービスということになれば、これは大阪市民全体で考えてですね、そこまで税金を当てていくのかどうなのかということを考えないといけないですね。中学生とか高校とかね。でそれプラス今度じゃあ西成特区制度という中でね、西成だけに特別なその制度を作るということであれば、これはまさに区役所の判断でやってもらったらいいわけです。だからそれは区役所の方の福祉事業のその再構築の中でね、もう西成区だけと、西成区の特別な事情でこういう政策をやるということであれば、それは区民の皆さんで話し合って作ってもらったらいいと思いますよ。それも僕は認めてるわけですから。だからこれは区役所の方であとは聞いてもらってですね、
そういう子どもたちの受け入れ体制というものを作らなくてもいいのかというのをまさに区役所の方に確認してもらいたいんです。全市的にはやっぱりできなかった。その中学生以上の子どもたちを、ね、受け入れるということはまた別の国の制度がまた別にあるわけです。一定の要件を満たしたら子どもたちをしっかりとサポートする制度は国の制度であるわけですから、それにも当てはまらない。そしたらこの子どもたちというのはいろんな要件に当てはまらない子どもたちをどうサポートするのかというのは全市的には難しい。だけれども西成の特殊事情があるんだったら西成でやるというのが、これが今の大阪市政の方針ですからね。全市的にはそういうニーズとかそういう制度は、まあ、これは難しい。ニーズっていうのもそこまでないし、ね、そこまで対応ってことも全市的にはできないだろうと。こういう、まあ、これ子どもの授業といっても全市でいろいろその子どもを預かってるその施設の中でおそらく1つか2つがの施設が強力に主張していることであってね、そうであればそれはもう特定の地域の課題、特定の地域の問題として西成区役所の方で対応できるかどうかですよ。そういうものも住民の皆さんと話し合いをしてもらって、そういうところに税を投入するのがいいのかどうなのかは住民の皆さんと話し合ってもらいたいと思います。大阪市内としてはやっぱり小学校の子どもたち、学童事業か生き生き事業、この2つで、まあ、しっかりと子どもたちを、ね、支えていく、受け入れていくということに、これはもう全市的にしっかりと力を注いでいきますのでね。それはね、かわいそうな子どもたちだってそれたくさんいますけどもね、かわいそうだからといってその子に全部お金を出していったら、これはね、行政としては成り立ちません。いろんな事情があるわけですから。だからその生き生き授業を必要としている子どもたちにもし税を当てるとすればね、同じような事情、同じようなレベルの困っている子どもたちに全部これ同じようなサポートしていかなきゃいけないということになってきますからね。だから子どもを支える制度っていうのは生き生き授業と学童事業っていうものはこれは大阪市としてやってますけども、国制度でまた別の制度があるわけですよ。だから施設はそういう制度を使ってる。それでもできないっていうね、それでもフォローできない子どもたちをフォローするかどうかということになると、そこはやっぱりね、そこまで行政が支えていくのかどうするのかっていうのはよくよく考えないと、やっぱりこれは少子高齢化時代で限られた財源の中で住民サービスをやっていく上においてね、特定の施設だけがその制度が必要だと言ったからといって、お金を配分していくっていうのはこれは行政としてはダメですね、無理ですね。いや、おっしゃってる意味は分かるんですけど、ただ制度再構築の時にこの2年間の間にそういう低所得者向けにはやっていきますということをおっしゃってたんで、まあ、現実できなかったという、できなかったということよりも理屈が立たなかったということなんでしょうね。そうです、だからそれはやっぱり現状を見て、やっぱりそこの申し訳ないけれども特定のところが主張していたところ、特定の主張がね、やっぱり行政上の理屈として立たなかったということです。これはだから検討させてですね、しっかり、大阪市の現状とか制度とか、これは行政で、議論をした上で、やっぱりできないことはできないという結論になることありますよ。それは住民の皆さんからの要望があったとしても行政で検討した結果できませんってことがあるわけですから、それは行政上のやっぱり主張として理屈が立たなかったってことなんでしょうね。申し訳ないけども、やっぱり無理難題な主張に対してはやっぱり全部行政として対応することはできないです。